どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、羊喫茶って知ってる？もちろんだ。店員が羊に扮して給仕をしてくれて、英国貴族の気分が味わえる店だよな。詳しいわね。行ったことがあるの？行ったことはないが、興味はあるぜ。魔理沙がそういった店に、興味を持つなんて珍しいわね。でも一度でいいから、貴族みたいな体験はしてみたいわよね。メイドや羊にお世話をしてもらって、社交界やお茶会に出るのよ。素敵なドレスなんか着ちゃったりして、憧れるわ。確かに優雅できらびやかな世界って憧れるよな。そういえばメイド喫茶もあるけど、羊とメイドって、同じ仕事なのかしら？メイド喫茶と羊喫茶が同じものかはわからないな。羊自体は当初、酒類の管理が主な仕事だったんだ。お酒の管理？たったそれだけ？昔は酒がとても貴重だったため、施錠して厳しい管理を行っていたぜ。そこから羊は、屋敷の管理を任される仕事になったんだ。実は貴族だけでなく屋敷の使用人にも階級があり、羊は高い地位にあるぜ。それでも酒の管理がメインなのは変わらなかったがな。へえ、羊ってそんな仕事だったのね。そのため、羊は主人から信用もされているんだ。だがそんな羊の中に、シリアルキラーが紛れ込んでいた事件もあったんだぜ。ええ、羊が人を殺したの？一体どんな事件だったのかしら？じゃあ今回は、英国を揺るがせた、殺人羊と呼ばれた男、アーチボルド・ホールを紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。アーチボルド・ホールは、1924年6月17日にスコットランドで生まれたぜ。この男は羊になって屋敷に入り込み、窃盗や殺人を繰り返してきたんだ。繰り返すってことは、1回や2回じゃないってことね。ホールは10代から悪いことをしていたんだ。赤十字の募金箱を着服したり、宝石を盗んでは売り払ったり、いろいろな。赤十字の募金箱を盗むなんて最低だわ。でも宝石泥棒なんて、何度もできることじゃないわよね。ホールが10代だった頃はイギリスが戦時中で、空き巣も簡単だったんだ。その頃は気軽に窃盗ができたってことかしら？すごい時代ね。現代では考えられないよな。それにホールは若い頃からとてもモテていたそうだぜ。14歳も年の離れた母親の友人に誘われたりしていたんだ。その際に、プレゼントを渡されることもあったそうだな。しかもホールの魅力は異性に止まることはなく、なんと男性からもモテたんだ。同性からも、ホールはそんなに魅力的だったのね。彼の人生はとても刺激が多そうだわ。その通りで、ホールは父親たちのような平凡な人生を送ることを拒んだ。それで刺激を求めて始めたのが、窃盗だったというわけだぜ。そんな理由で窃盗をしないでほしいわ。もっと壮絶な幼少期を送っていたとか、そんな理由じゃないのね。でも、それだとただの犯罪者よね。ホールには何か転機となる出来事があったのかしら？あるぜ。ある日、ホールが一人で食事をしていると、男性に一目惚れをされたんだ。ホールはその男性に社交界に連れて行かれ、人脈を広げたそうだな。ホールは自分の名前を嫌っており、この頃からロイ・フォンテーンと名乗り出したぜ。どうして自分の名前を嫌って、偽名を使っていたのかしら？それはわからないんだ。だがフォンテーンという名前は、ホールが尊敬していた女優から取ったそうだ。ホールの窃盗はさらにエスカレートしていったぜ。今度はロンドンの宝石店のガラスを破って、堂々と強盗に入ったんだ。刺激が好きどころの話じゃないわ。エスカレートしているじゃない。ああ、ホールはこの強盗で、ついに実刑判決を受けることになるんだ。とうとう捕まったのね。これで一件落着だわ。ホールは出所後、初めて羊という仕事をすることになったぜ。服役中に食器や宝石の知識を学んだり、上流階級のマナーを覚えたんだ。この経験を活かして、様々な屋敷で住み込みで働いたんだ。逮捕されて真っ当になったのね。更生してよかったわ。いや、ホールは少しも更生なんかしていなかったんだ。ええ？真面目に働いていたんじゃないの？ホールは羊として働くために必要な紹介状を偽造していたんだ。さらに、宝石を偽物とすり替えたりしていたぜ。さらに主人宛ての社交界の招待状を盗み、貴族になりすまして出席したんだ。なんて大胆なことをするのかしら。私だったら、社交界に行ったらおどおどしちゃうわ。ホールは貴族に憧れがあったようで、社交界も楽しんでいたぜ。しかもそこで宝石商の女主人と知り合い、彼女に取り入ったんだ。ホールはコミュニケーション能力が高かったのかしら？その宝石商の女主人に取り入ったのは、やっぱり宝石を盗むためなの？その通りだ。ホールは前科がバレて執事をクビになると、宝石商の女主人に会いに行ったぜ。その時に仲間を使い、隙を見て盗みを働いたんだ。作戦は成功したが、この頃には怪盗として有名だったホールは逮捕されるぜ。怪盗？怪盗ってフィクションの中の話だと思っていたわ。ホールはこれ以外にも罪を重ねていたんだ。
ある時はアラブの大富豪になりすまして5人の宝石商を呼び、30万ポンド相当の宝石を盗んだ。他にはパブの金庫を破って金を盗んだり、主人の銀食器を盗んで売り払った。さらには働いている屋敷の大金を盗んだりと、次々に窃盗を働いたんだ。とんでもない男ね。ここまでの犯罪を繰り返して、この後捕まらなかったの？もちろん捕まったが、脱獄をしてまた窃盗を繰り返していたんだ。そしてホールは再逮捕された時に、最愛の人と出会ったぜ。その出会いでホールは、更生することを誓うんだ。ここまでずっと窃盗を繰り返していたのに？ああ、恋人と出所後に、静かに暮らしたかったんだろうな。身勝手な気もするけど、愛の力は偉大ね。それで本当にホールは更生したの？まあ、人生そううまくはいかないもんだぜ。これまでのツケが回ってきたのか、ホールは恋人を失ってしまうんだ。振られたってこと？恋人より先に出所したホールは、恋人の刑期を短くするため、作戦に出たぜ。それはソ連に、国家機密を送るというものだったんだ。しかしホールは結婚して間もない妻に裏切られ、刑務所に送り返されたんだぜ。ちょっと、情報量が多すぎるわ。ホールには恋人がいたのに、妻までいたってことなの？そうなんだ。恋人はホールと入れ替わるように出所したぜ。そこでホールは妻に頼んで、恋人に高級車を送ることにしたんだ。だが恋人はこの車で事故に遭い、亡くなってしまうんだ。自分がプレゼントした車で亡くなってしまうなんてショックでしょうね。この事故はポールの胸に深く刻まれ、さらに悪事を働くきっかけになったぜ。せっかく更生しようとしていたのに、ホールは出所すると、生まれ育ったスコットランドに戻ることにしたんだ。そこでまた執事として働くんだが、そこの仕事を気に入り、盗みをやめたぜ。あら、それはいい傾向じゃない。しかしその屋敷に新たな使用人がやってきたぜ。それはなんと、服役中の知り合いだったんだ。ホールはもちろん偽名を使って、前科を隠していたからとても焦ったそうだな。しかもその知人の男性はホールを脅したんだ。なんだか厄介な人が来ちゃったわね。ホールはこの時、盗みを働く気はなかったんだ。だが、男性はホールの気持ちなんてお構いなしに、主人の高級な指輪を盗んだ。それでホールは激怒し、口論になったんだぜ。それは怒るでしょうね。しかもその知人の男性は、泥酔していた日にホールを銃で撃ったんだ。どうして？殺意があったってこと？いや、酒に酔っていただけで冗談だったらしいな。ホールは幸いにも、弾がかすっただけで済んだぜ。冗談じゃ済まされないわ、死ぬところだったじゃない。この出来事でホールは、男性を殺害することに決めたんだ。しかも以前、男性は殺人の経験があると告白していて、ホールは危険を感じていたぜ。ホールは仲直りのふりをし、男性をウサギ狩りに誘い、そこで初めて人を殺したんだ。窃盗だけだったのに、殺人まで犯してしまったのね。身を守るためとはいえ、立派な犯罪だわ。ホールはすぐにそこの執事を辞め、しばらく潜伏した後に次の屋敷を探したぜ。殺人まで犯したのに、まだ執事を続ける気だったの？1977年11月、ホールは次の勤め先を見つけたんだ。主人は地主の息子で、元労働党議員だったぜ。その妻は裕福な商人の娘で、骨董品や宝石をコレクションしていたんだ。超お金持ち夫婦ってこと？その通りだ。夫婦は洗練されたホールのサービスを、とても気に入っていたそうだな。もちろんここでも前科を隠し、偽名で執事をしていたぜ。懲りないわね。でも執事って、信用のおける人がなれる仕事じゃないの？こんなに何度も、簡単に身分を偽って働けるなんて違和感を感じるわ。それほど当時のイギリスでは、執事の仕事が人手不足だったんだろうな。ホールは新しい主人に、自分の電話番号を以前の主人のものと言って渡していたんだ。新しい主人が電話をした時には、ホールが声を変えて嘘の働きぶりを話していたぜ。なんだかバレそうなものだけどね。ホールがこんな大金持ちの家で執事をしたのは、また犯罪をするためなんでしょ？ああ、ホールはここでも窃盗を繰り返したんだ。ホールは昔の愛人、メアリーとパブに行った時に、マイケルという男と出会ったんだ。マイケルは軽犯罪歴があり、3人で主人の金品を強奪する計画を立てたんだぜ。悪い仲間が揃ってしまったのね。主人の妻は、数日後に老人ホームに入居することになっていたぜ。それで早朝に主人の妻がいない隙を狙って、マイケルに屋敷を案内していたんだ。だがなんと、ホールの知らないうちに彼女は帰宅していたんだ。対面した主人の妻はパニックになり、とっさにマイケルが枕で彼女の口を塞いだ。まさか主人の妻は、それで亡くなってしまったの？ああ、とっさの行動とはいえ、殺人を犯してしまったんだ。続いてその騒動で起きてきた主人を睡眠薬を飲ませて絞殺したぜ。絞殺の後、さらに主人をシャベルで殴ったそうだ。その後メアリーも呼び寄せ、
3人は金目のものや小切手を盗んで逃亡したんだ。ひどいわ。窃盗もダメだけど、ここまで来ると、殺人を犯す前のホールの方がまだマシね。そうだな。しかしホールの殺人はまだ止まらないんだ。メアリーは軽率で、盗んだコートを着て街を歩き、友人に電話までしたんだ。ホールは目立つ行動をしないよう何度も注意をしたが、メアリーは聞かなかったぜ。まさか、ホールはメアリーまで？そのまさかだ。殺人の発覚を恐れたホールは、共犯のメアリーまでも殺害してしまうぜ。恐ろしい男だわ。マイケルは無事だったの？ああ、マイケルは最後まで、ホールと共に犯罪を繰り返すんだ。最後までってことは、これで終わりじゃないのね。この頃ちょうど、ホールの育成であるドナルドが出所したぜ。弟も犯罪者なの？ホールと同じ窃盗かしら？窃盗も働いていたが、ドナルドは小児性愛の容疑で逮捕されていたんだ。ホールはそんなドナルドを軽蔑し、嫌っていたんだぜ。しかもホールが、殺人を犯す前に逮捕された時、誰も傷つけず、裕福な人々だけを狙ったというのに、小児性愛者より罪が重いのは不公平だ、と言っていたんだ。それってもしかしてドナルドのことかしら？ホールはモテたと言ったよな。もしかしたら彼も、そういった経験があったのかもしれないな。そう思うほど、ホールはドナルドを憎んでいたんだ。だが出所後は、3人で隠れ家で暮らすことになったんだぜ。仲が悪いのに、もしかして最初から、殺害するつもりだったのかしら？その可能性はあるな。ホールとマイケルは隠れ家に、盗んだ金品を隠し持っていたんだ。ドナルドはそれについて、しつこく質問をし始めたんだぜ。ホールはドナルドの殺害を決め、クロロホルムで気絶させ、風呂で溺死させたんだ。いくら嫌っていたとしても、弟を殺すなんて信じられないわ。殺害後、ドナルドは車のトランクにしまわれたんだ。そしてホールとマイケルは、遺体を埋める場所を探したぜ。雪で地面が凍っていたため、二人は途中で見つけたホテルで一泊することにしたんだ。だが挙動不審な二人を見て、不審に思ったホテルの従業員は警察に通報したぜ。それって何か、犯罪を犯しているように見えたってこと？不明だが、怪しくはあったんだろうな。従業員は宿泊費が払われるか心配になって、警戒情報として警察に通報したんだ。そしてこの時、マイケルは痛恨のミスを犯していたぜ。ミスって？マイケルは車のナンバープレートを付け替えたんだ。だが、道路税支払い済み証はそのままだったんだぜ。警察が詳しく調べると、ナンバープレートが別人のものだと判明したんだ。そんなところで怪しまれてしまったのね。何人も殺害したり、窃盗を繰り返している割には、爪が甘いんじゃない？油断したのかもしれないな。ホールはトイレに行きたいと言って逃亡したぜ。そして、その間にトランクを調べた警察が、ドナルドの遺体を発見したんだ。ホールはすぐに捕まるが、その頃にはマイケルがこれまでの犯罪を自白していた。ホールは罪を認めたのかしら？警察の捜査でメアリーの殺害や、雇い主の夫婦の殺害も判明していたぜ。ホールは尋問で泣き崩れ、獄中で知り合った男を殺害したことも自白したんだ。散々罪を犯した割に、尋問で号泣したの？しかもホールは、拘置中に自殺を図ろうとしているんだ。なんだか情けない男ね。刺激を求めて犯罪を繰り返していたというのに、捕まったら弱気になるのね。まあ彼らは明確な殺意を持って殺人を犯したのではないからな。窃盗するにあたって仕方なく殺人を犯しているんだ。最初から窃盗もしなければよかったのよ。彼らの判決はどうなったの？ホールはスコットランドで最低15年の服役を言い渡されたぜ。そしてイングランドでは終身刑を言い渡されたんだ。マイケルはイングランドで、懲役15年を言い渡されているな。そしてホールは2002年に刑務所の中で脳梗塞によって亡くなったんだ。その時ホールは、78歳だったぜ。捕まってから死ぬまでに、ホールは自伝も出版しているんだ。シリアルキラーだというから、どんな凶悪な人物かと思ったわ。最後はうっかりしたミスで捕まるなんてね。さて霊夢、今回の事件はどうだった？執事という仕事をしながら、犯罪を繰り返すなんてとんでもない人物だわ。しかも主人だと偽って、社交界に出るなんて、普通じゃできないわよね。人を騙す能力には長けていたようだな。しかしホールは、虚言癖があったと言われているんだ。虚言癖？最初の殺人では目撃者もおらず、ホールの証言しかないんだ。だがこれも、どこまで本当かわからないそうなんだ。それにホールは、とある貴族に給仕していたと自慢して回っていたぜ。だが、実際はたったの6日しか使えていなかったんだ。一週間にも満たないじゃない。それで自慢していたなんて、とんでもない誇張だわ。取材を行った記者は、ホールに面会するうちに同情し、味方になったそうだ。最初にホールはモテると言っていたわね。それほどまでに人を虜にする魅力があるのね。そうみたいだな。私もそれくらいモテてみたいわ。にしても、そんなにモテるなら、
もっと別の道があったはずよ。せっかく魅力があるのに、もったいない話だよな。というわけで今回は、殺人執事と呼ばれた男、アーチボルド・ホールについて紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。